トンネル引き圧波は乗り物がトンネルに突入及び脱出する際に発生する空気の圧力波のことである。特に高速鉄道の列車がトンネルに突入した際に発生させた圧縮波が長いトンネルにおいて音速で前方に伝わる際にトンネル内の拡散できない空気の抵抗によって圧縮強調されて衝撃波のようになり、それがトンネル出口で解放され、 出口周辺に大きな葉っぱ音や振動を発生させることが問題になる。ドーンという砲撃のような音が出ることもあるため、トンネルドンなどとも呼ばれる。主に高速鉄道において、鉄道車両が高速でトンネルに突入すると、それによって発生した衝撃波がトンネル内を伝わって出口側で大きな葉っぱ音を発生させたり、ひどい時には、 家屋の窓ガラスを振動させ破損させることもある。初期の高速鉄道である東海道新幹線では最高速度が時速2 1 0トルと低かった上、路盤に採石が使われており、その隙間が圧縮波を吸収する働きをしていたためあまり問題にならなかったが、山陽新幹線の建設以降、列車の高速化と路盤のスラブ起動化に伴って、 新幹線の大きな環境問題の一つになった。フランスの TGV やドイツのアイスなど、日本以外の高速鉄道でもトンネル引き圧波は問題となることがあり、欧州域内では EU 指令により定められた TSI 中でトンネル突入時の圧力勾配基準が規定されている。しかし、ヨーロッパでは日本に比べて上下線間隔を広めにとってあったり、 トンネル断面積を大きく設計することなどから日本ほどの問題とはなっていない。なお日立製作所が英国向けに製造した395軽電車の戦闘形状は同社の微気圧波シミュレーション技術により対策を講じて設計されたものである。トンネル微気圧波の大きさはむね高校に到達した圧力波の破面の圧力勾配に比例し、 トンネル方向からの距離に対して逆比例している。このため圧力勾配を緩くすることが対策の根幹となっている。最近では現象の解析やシミュレーション技術が進み、以下のように対策されている。最新のトンネル微気圧波対策を反映した前頭部を持つ n 七百系戦闘車の進行方向に対する断面積の変化率を一定かつ最小にする。 一定にするには、運転席などの突起に対して、同じ縦断面上の異なる部分をへこませることが必要である。JR 東海と JR 西日本による300系の開発時には、この原理は明らかになっており、300系や500系の戦闘部は、突起を抑え、美しい流線型を保ちつつ、進行方向に対する断面席の変化率が極力一定となるよう設計された。 しかし、これらの車両が営業運転を始めてみると、列車の先頭では、路盤や側壁と車体との隙間に入り込む空気流の乱れ、最後尾ではその後方にできる空気の渦、さらには、対向列車による空気流の影響などにより横揺れが生じ、乗客に不評であった。このため、その後の700系や JR 東日本の E4 系などでは、 進行方向に対して地上に近い部分を先に、膨れさせ、車体下部の空気流を安定させるとともに、最高尾で生じる空気の渦を後方へ反らすことで、こうした横揺れを改善し、これにより悪化する、運転室からの全面視界確保のために運転室や、全消灯を、ある程度突起させた。エアロストリームと呼ばれる一見奇妙な戦闘形状は、こうした考え方により生まれたものである。 なお、その後300系には順次戦闘車に改良型セミアクティブサスペンションや空気バネの改良などが施され、こうした横揺れを低減する工夫がなされている。最小にするには戦闘形状を極力長くすれば良いと従来は考えられてきた。500系では時速 300km で営業運転を行うべく、戦闘部の長さを 15m 以上と長くし、運転席、 後ろデッキとドアをなくした上に、客室の一部にまで段面積変化部を食い込ませたが、この戦闘形状は運用上様々な問題をきたしたため、エアロストリーム型の開発時には最高速度を多少抑えてでも戦闘部の長さを短くすることに重点が置かれた。その後の研究の進歩により、戦闘形状の部位によって、微気圧波への影響は異なり、微気圧波のピークが分散するように、 各部位の位置や形状を工夫すれば、環境への影響を最小限にできることが判明したため、N700K では、遺伝的アルゴリズムを用いたシミュレーションにより生まれた、エアロダブルウィング型の戦闘形状が採用され、運転席、トンネルの断面積を大きくしたり、列車と壁との距離を大きく取ったりすると、トンネル微気圧波の影響を軽減できる。また既存の新幹線では、トンネル入り口に、 これを手前に延長した形の筒を設けることで、先頭車がトンネルに突入する際に巻き込む空気を減少させ、ラッパー系の出口で微気圧波のピークが緩和されることによる低減効果が得られる。標準的な干渉口では、トンネル本体より断面積を大きく作り、側面に空気を逃がして圧力を低減させるための開口部がある。山陽新幹線では約100所。 東北新幹線では約45箇所、北陸新幹線では約30箇所、九州新幹線では約90箇所に設置されている。さらに車高や縦高を空気のバイパスとして利用する方法、連続するトンネルの間をシェルターで繋ぎ、その部分にスリットを設けることで空気圧を逃がす方法などがある。在来線では列車のトンネル突入時の最高速度を抑えることも、 ある。前面が霧妻形状で、空力特性が良くない JR 西日本基波187、軽機動車運用時にはこの方法で、トンネル引き圧波を抑えている。トンネル引き圧波は、列車がトンネルに突入した際に、出口側に影響をもたらす、圧力波のことを指すが、これ以外に、トンネル突入時に、入口側の周辺に、圧力波をもたらすトンネル突入波。 トンネル体質時に出口側の周辺に圧力波をもたらすトンネル体質波、トンネル体質時に発生する圧力波がトンネル内を伝わって入り口側に影響をもたらす体質時トンネル引き圧波、車高や縦高の本高への接続地点を通過する際に発生する圧力波がトンネル入り口、出口に伝わって影響する枝高通過波といったものがある。 これらの対策もトンネル引き圧波と同様の手段が取られ、各種圧力波の発生、電波をシミュレーションして、最適な車両前面形状や干渉口を設計することになる。枝口通過波に関しては、枝口分岐部を完全に閉鎖すれば発生しなくなるが、一方で、枝口は他の圧力波の空気をバイパスして干渉する効果もある。ため、一概に閉鎖すれば良いとは言えない。 ありがとうございます。